ゆっくり鉄道博物館へようこそ。今回はなぜ今更になって羽田空港アクセス線が実現しようとしているのか、を解説するぜ。確か、都心と羽田空港を結ぶ新しい路線ができるという話だよね。どんな路線ができるのか興味あるわ。詳しく教えてくれる？もちろんだ。この動画では2023年6月に起工式が行われた羽田空港アクセス線について、いろいろな角度から詳しく解説するから、ぜひ最後まで見てほしいな。それでは早速見ていこう。そもそも羽田空港アクセス線ってどんなものなの？羽田空港アクセス線は JR 東日本が計画している東京都心と羽田空港を結ぶ新しい路線なんだ。JR 東日本が作ろうとしているんだね。現在東京都心と羽田空港を結んでいる路線は、浜松町駅と羽田空港を結んでいる東京モノレールと、品川方面、横浜方面と羽田空港を結んでいる京浜急行の2路線があるんだ。この2つは有名だよね。そして羽田空港アクセス線は3つ目の路線になるぜ。2023年6月に起工式が行われて本格的な工事がスタートしたんだ。いよいよ工事が始まったのね。羽田空港アクセス線は4つの部分に分けることができるぜ。どんな風に分けることができるの？1つ目は羽田空港に設置予定の新駅から東京貨物ターミナルを結ぶアクセス新線だ。ちなみにアクセス新線はほぼ全ての区間がトンネルなんだぜ。トンネルばかりってことは海の下をくぐるんだね。二つ目は東京貨物ターミナルから新橋駅、東京駅方面を結ぶ東山手ルート。三つ目は東京貨物ターミナルから大崎駅、新宿駅方面を結ぶ西山手ルートだぜ。そして四つ目は東京貨物ターミナルから新木場、千葉方面を結ぶ臨海部ルートだよ。貨物って言葉が何度も出てくるけど、羽田空港アクセス線ってお客さんじゃなくて貨物を運ぶ路線なの？確かに貨物という言葉が何度も出てくるから誤解しちゃうよね。後で詳しく説明するけど、羽田空港アクセス線はしばらく使ってなかった貨物線を有効利用する計画なんだ。今は使われていない貨物用の線路を羽田空港アクセス線の線路として使うってことかな？よくわかったね。4つの部分に分けられる羽田空港アクセス線だけど、すべてのルートを同時に建設するわけではなくて、2023年6月に工事が開始されたのはアクセス新線と東山手ルートだけなんだ。東京駅、新橋駅方面と羽田空港を結ぶルートを最初に作るってことだね。東山手ルートとアクセス新線が開通すると、宇都宮線や高崎線、常磐線から羽田空港に乗り換えなしで行けるようになるんだぜ。それはすごいじゃない。もちろん所要時間も短くなるよ。羽田空港アクセス線を利用すると、東京駅、羽田空港間の所要時間は最短18分になる予定なんだ。それって、どのくらい早く着けるようになるの？ちなみに今はモノレールや京急で東京駅から羽田空港まで30分前後かかるから、羽田空港アクセス線に乗ったら速さを体感できると思うぜ。10分以上も早くなったらびっくりしそうだわ。ちなみに JR 東日本によると、東山手ルートの開業は2031年を予定しているとのことだよ。一方西山手ルートや臨海部ルートは、今のところ具体的なスケジュールが決まっていないんだ。東山手ルートの開業は2031年の予定か。大変な工事だし、時間がかかるのも仕方ないよな。続いては、なぜ今さら羽田空港アクセス線が作られることになったかを解説していくぜ。羽田空港へは今でも東京モノレールや京急で行けるのに、どうして新しい路線を作ることになったの？すっごく簡単に言うと、羽田空港がどんどん大きくなっているからなんだ。羽田空港って大きくなってるの？羽田空港自体はかなり昔からある空港なので、空港があることを知っている人は多いけど、実はほとんど新しく作り変えているというぐらいの拡張していることを知っている人は、意外に少ないかもしれないな。この動画は羽田空港の歴史の解説動画ではないので、重要な部分をざっくり説明するぜ。そうだね、できるだけ簡単な解説をお願いします。では羽田空港を上空から写した2枚の写真を見比べてみるところから始めよう。1枚目の写真は1960年代の羽田空港の様子だぜ。2本の滑走路がクロスしているのがわかるかな？これが1960年代の羽田空港か。滑走路は2本だったんだね。この写真が撮られた後、1964年に1回目の東京オリンピックが開かれたんだけど、このオリンピックの開催に合わせて3本目の滑走路の整備や、浜松町駅、羽田空港駅間を結ぶ東京モノレールの建設が行われたんだよ。東京モノレールは東京オリンピックの開催に合わせて開業したんだね。あれ？じゃあ東京モノレールが開業する前はどうやって羽田空港に行っていたの？東京モノレールができる前は自家用車やバスが使われていたんだ。そうなのか。京急はまだ乗り入れていなかったのかな？
京急空港線は羽田空港の近くまで運行していたのだけど、まだ空港ターミナルへは乗り入れていなかったのさ。京急空港線が羽田空港に乗り入れるのは1998年になってからなんだぜ。では2枚目の写真を見てみるか。おお、だいぶ雰囲気が変わったね。この写真が撮られたのは2019年、つまり2回目の東京オリンピックが開催される直前なんだ。1枚目の写真と見比べてどう思ったかな？めちゃめちゃ広くなってるわ。止まっている飛行機の数が全然違うし、滑走路が4本もあるね。写真で見比べると違いがよくわかるよな。1960年代の写真では2本の滑走路が写っていたけど、2019年の写真では2本増えて4本になってるぜ。ちなみに一見昔のままに見える2本の滑走路も位置を変えて新しく作り直されているんだ。ほんとだ、写真を見比べてみると昔の滑走路と違う場所にあるのがわかるね。でもどうしてこんなに空港を大きくしなくてはいけなかったのかしら？羽田空港の歴史は旅客の増加と空港の拡張の繰り返しだったんだ。1952年に羽田空港は連合国から日本に返還されたんだけど、1960年代に入ると急激に利用者が増え始めたんだ。ちょうど高度経済成長期の頃だよね。きっと空港を利用する人が増えたんだろうな。もちろん滑走路の延伸やターミナルの増築など空港設備の拡張は順次行われたんだけど、1960年代後半には増え続ける需要に対応するのが難しくなってしまったんだ。困ったね。どうやって対処したんだろう？当時の運輸省は羽田空港の沖合の埋め立てを検討したみたいだけど、当時の技術では難しかったみたいだな。羽田空港の拡張が難しくなって生まれたのが成田空港なんだよ。なるほど、ここで成田空港が登場するんだね。1978年に成田空港が開港すると、羽田空港に就航していた国際線のほとんどが成田空港に移転したんだ。羽田空港は国内線専用の空港になったんだね。でもな、国際線が成田空港に移転して羽田空港は閑散となるかと思いきや、今度は国内線の需要が急増してしまったんだ。どのぐらい利用者が増えたのかな？成田空港が開港した翌年の1979年、羽田空港の年間利用者数は約1800万人だったんだけど、1986年には年間利用者数が3000万人を突破してしまったんだ。それはすごい。その後も利用者数は伸び続けて、2000年の年間利用者数は約5500万人になったんだよ。羽田空港の利用者数激増を受けて、2000年に行われた国土交通省による運輸政策審議会答申の中で羽田空港アクセス線の新設が提案されたんだ。なるほど、羽田空港の利用者数が増えて新しいアクセス路線が必要と考えたんだね。2019年の年間利用者数が約8550万人まで増えたことを考えると、羽田空港アクセス線の新設の提案は未来のことをよく考えていたんだなぁと思うよ。そういえば羽田空港は国内線のイメージだったけど、いつの間にか国際線も飛ぶようになったね。そうそう、長らく国内線用の空港として使用されてきた羽田空港だけど、2000年代になるとチャーター便という形で国際線が就航するようになったんだ。そして2010年に国際線ターミナルを新設すると、本格的に国際線が飛ぶようになったんだよ。ちなみにこの時できた国際線ターミナルは、現在第3ターミナルと呼ばれているぜ。でもどうして羽田空港に国際線が戻ってきたのかしら？そうだねー。いろいろ理由はあると思うのだけど、国内線は羽田空港、国際線は成田空港という住み分けが、空港利用者の利便性を大きく損ねていたからだと思うよ。そうだよね。国際線で成田に到着しても、国内線に乗り換えるために羽田に行かなくてはいけないのは大変だよね。もともとは成田空港を拡張して、国際線、国内線を集約するハブ空港にする案もあったんだけど、現状では成田空港を大きく拡張するのは難しいからね。羽田空港をできる限り拡張して、国際競争力のある空港を目指すという方針になったんだと思うぜ。なんだか難しい話になってきたわ。確かにそうだね。でも羽田空港の国際競争力と羽田空港アクセス線は無関係ではないんだ。そうなの？羽田空港を利用する人の中には、飛行機の乗り換えで空港を利用する人もいるけど、空港から鉄道などの交通機関を利用して移動する人もいるだろ。家に帰る人や観光客とかはそうだよね。現在は羽田空港と浜松町を結んでいる東京モノレールと、羽田空港から品川方面や横浜方面を結んでいる京浜急行があるよな。今はこの二つが主なアクセス手段だよね。そこに首都圏の JR 線に幅広く乗り入れることができる。新しい路線があったら利便性が大きく向上するだろ。なるほど、空港へのアクセスが便利になることが空港自体の価値を高めるってことなのね。そういうことだと思うぜ。
ところで羽田空港アクセス線は2023年6月に起工式があったんだよね。具体的な計画はいつ頃からあったのかな？ JR 東日本が羽田空港アクセス線の整備方針の検討結果を発表したのが2013年10月なんだ。この発表で羽田空港アクセス線の計画が本格的に始動したんだぜ。どうしてこの時期に発表することになったのかしら？2020年のオリンピック開催地が東京に決定したのが2013年の9月なんだよ。JR 東日本の発表ではオリンピック開催と羽田空港アクセス線の建設が関係しているとは明確には書かれていない。ただオリンピック開催時に羽田空港アクセス線を開通させたいと考えていたと思うぜ。オリンピックが開催されればたくさんの観光客が来るはずだったものね。当時はほとんどの競技が無観客で行われるなんて思いもしなかったよな。私も無観客開催と聞いた時はびっくりしたよ。2013年の JR 東日本の発表の後、暫定開業の可能性も含めて2020年の東京オリンピックの開催に間に合うか様々な検討が行われたんだ。たださすがにこの短い期間で建設するのは難しかったようで、東京オリンピックに間に合わせるという計画は中止になってしまったんだぜ。そうなんだね。ところで羽田空港アクセス線の開業予定は2031年なんだよね。随分時間がかかるような気がするけど、鉄道を通すのはこんなに時間がかかるの？今回は長いトンネルを掘る必要もあるし、もともと簡単な工事ではないんだ。さらに JR 東日本はかなりの難工事になると予想しているみたいだな。そうなの？実は JR 東日本は2021年1月の段階では2029年の開業を予定していたんだけど、開業予定を2年遅らせたんだ。どうも当初の予定より工事が難しそうだという理由みたいだぜ。時間がかかるのは仕方がないってことね。では次に東山手ルートとアクセス新線がどこを通るのか詳しく解説していくぜ。東山手ルートは東京貨物ターミナルから新橋、東京方面を結ぶルートだったわね。貨物線をうまく使うという話だったけど、どんなルートを通るのかしら？東山手ルートとアクセス新線の路線距離は全ての区間を合わせて 12.4 キロなんだけど、その中には新しく作る部分と既存の線路を改修して使う部分があるんだ。元々の線路を再利用する部分もあるんだね。では東京方面から羽田空港方面に向かって順番に解説していくぜ。まずは東山手ルートが東海道線から分岐する田町駅周辺の様子を見てみよう。かなりの本数の線路が敷かれているのがわかるかな？ほんとだ、一体何本あるのかしら？北側から順に京浜東北線の北行、山手線内回り、山手線外回り、京浜東北線の南行、東海道線の上りと下り、東海道新幹線の線路が敷かれているんだ。そして東海道新幹線の南側にもう一本線路が敷かれているのがわかるかな？ほんとだ、もう一本あるわ。実はこの線路が羽田空港アクセス線の主役、1998年に休止した後は使用されていなかった東海道貨物線大塩線なんだ。ここでようやく貨物線という名前が出てきたわね。今は使っていない貨物線を使うっていいアイデアだね。そうだよな。一から線路を引くより建設は容易だと思うよ。羽田空港アクセス線は田町駅付近で東海道線と合流する予定なんだけど、大塩線と東海道線の線路をつなげるのは簡単な工事ではないんだ。そうなの？近くにあるし、そんな難しそうには見えないけどな。よく見てごらん、東海道線と大塩線の間に他の路線が走っているよね。わかった、東海道新幹線か。そうなんだよ、東海道新幹線を横切るわけにはいかないので、東海道線を一旦地下に潜らせて、東海道新幹線の線路をくぐる必要があるんだ。確かに東海道新幹線をやり過ごすには、下をくぐるか高架にする必要があるよね。でもこんなに線路がぎっしり並んでいる場所で、トンネルの入り口が作れるのかしら。その問題を解決できる場所が、田町駅から少し北に移動した場所にあるんだ。さっき見ていた場所とほとんど同じなのだけど、山手線の内回りと外回りの間にもう一本線路があるのがわかるかな？ほんとだ、この線路は何だろう？この線路は山手線の車両を一時的に止めておく誘致線なんだけど、この誘致線を撤去して羽田空港アクセス線のトンネル入り口用のスペースを確保する計画なんだ。ここからトンネルを掘るんだね。ただトンネルの入り口を設置するのは東海道線の上りと下りの間なので、山手線外回りと京浜東北線の南行、東海道線上りの線路を西側にずらすというかなり手間がかかる工事をやる必要があるぜ。これは大変な工事だね。トンネルで東海道新幹線の線路をくぐったらいよいよ大塩線と接続だぜ。トンネルから出てきた線路は田町駅南側で大塩線とつながるんだよ。いよいよ大塩線を走るのね。大塩線は立派な高架線だな。あれ？隣に並走している線路は何かな？
これは東海道新幹線の大井車両基地へ繋がっている回送用の線路なんだ。なるほど、東海道新幹線用の線路だったんだね。しばらく東海道新幹線と並走したら、いよいよ東京貨物ターミナルだよ。東京貨物ターミナルは今でも使っているの？もちろん使っているんだぜ。東京貨物ターミナルは隅田川駅と並ぶ東京の二大貨物駅なんだ。貨物駅としては日本最大の広さなんだぜ。確かに広いわ。どこまで続いているのかわからないぐらい。羽田空港アクセス線は東京貨物ターミナルの外側を通る予定なんだ。ちなみにこの時トンネルから出てくる線路は、東京臨海鉄道臨海線の回送用の線路で、臨海線の車両基地に繋がっているぜ。臨海線の車両基地は東京貨物ターミナルの近くにあるんだね。今後建設される予定の臨海部ルートは、東山手ルートと臨海線の回送線が並走している場所を利用して、臨海線に乗り入れる予定なんだ。そうなんだね。さて東山手ルートはこの辺りでおしまいで、ここから先はアクセス新線だよ。東京貨物ターミナルと羽田空港間を結ぶアクセス新線は、京浜運河と京浜南運河を大深度トンネルでくぐって、羽田空港の滑走路の下を走るんだ。完全に近く間を進むんだね。そして羽田空港第1ターミナルと第2ターミナルの間の第2ターミナルよりの場所に、島式一面2線のホームがある地下駅を設置する予定だぜ。アクセス新線はほとんどがトンネル区間なんだね。最大深度50メートル、長さ 4.2 キロの新しいトンネルを掘るんだよ。ちなみにアクセス新線のトンネル部分と羽田空港地下駅は、羽田空港を管轄する国土交通省の関東地方整備局が建設を担当するんだぜ。ということは、アクセス新線はほとんど国が作るということだね。そういうこと、出来上がったトンネルや地下駅を JR 東日本が国から借り受けるという方式なんだ。続いては、もし臨海部ルートと西山手ルートができたらどうなるかを解説するぜ。お、特に臨海部ルートは気になるよ。もしかして羽田空港から東京ディズニーリゾートの最寄り駅の舞浜駅まで乗り換えなしで行けるようになるのかな？そこは気になるところだよな。順番に解説をしていくから、ちょっと待っててくれ。まずは霊夢も気になっている臨海部ルートから解説するぜ。臨海部ルートは東京貨物ターミナルから東京臨海鉄道臨海線に乗り入れる予定なんだ。そういえば東山手ルートの説明で臨海線の名前が出てきたよね。東京貨物ターミナルの横に臨海線の車両基地があって、車両基地への回送線を利用すれば、比較的簡単な工事で臨海線に乗り入れることができるんだ。こっちは工事に手間がかからなさそうだね。回送線は東京テレポート駅の近くで臨海線と合流して、そのまま臨海線の終点の新木場駅に向かうぜ。新木場駅から先はどうなるの？新木場駅では京葉線に乗り換えることができるよ。実は臨海線と京葉線は線路は繋がっているのだけど、今は運賃の計算の問題で新木場駅での相互乗り入れができない状況なんだ。そっか。それは残念だね。では続いて西山手ルートを解説するよ。西山手ルートは東京貨物ターミナルから東品川短絡線を建設して、品川シーサイド駅と大井町駅の間で臨海線に合流するルートなんだ。臨海線に合流するのは臨海部ルートと同じだけど、今度は大崎駅方向に合流するんだね。もともと臨海線は大崎駅から埼京線に乗り入れているから、羽田空港アクセス線の列車も同じように埼京線への乗り入れを想定しているぜ。埼京線に乗り入れるってことは、渋谷、新宿、池袋方面と羽田空港が直通するってことだね。新宿から中央線に乗り入れて、立川や八王子と直結する構想もあるみたいだから楽しみだな。さてなぜ今更になって羽田空港アクセス線が実現しようとしているのか？というテーマで、羽田空港アクセス線がどんな路線かという説明や、羽田空港アクセス線が建設されることになった経緯を、順番に解説していったけど霊夢はどう思ったかな？確かに羽田空港は行くたびに新しくなってるなと思ってたけど、まさかほとんど作り変えるぐらいの大改造をしていたなんて知らなかったよ。利用者も何倍にもなって、しかもこれからも利用者が増えるというのなら、新しい路線が必要なのも納得だよね。確かにそうだよな。これからの羽田空港がどうなっていくのか楽しみだな。この動画を見て皆さんはどう思ったかな？印象に残ったこととかコメント欄で教えてくれると嬉しいよ。このようにこのチャンネルでは、鉄道や交通に関する話題を解説形式でわかりやすくまとめていきます。皆さんのチャンネル登録高評価が励みになります。また他にも取り扱ってもらいたい話題がありましたら、そちらもぜひコメント欄で教えてください。それじゃあ今日はこのあたりで、ご視聴ありがとうございました。